皆さんこんにちは。ほむほむ相談事務所室長の川星ほむらっす。よろしくお願いしますっす。ってそんなことはどうでもいいんすよ。ちょっとこれ見てくださいっす。鹿島市女子大学が白原学園大学と合併するらしいっすよ。一体どうなるんすかねー。白原学園大学はリーグに加盟しているっすけど、野球部の人数が圧倒的に足りてないっすからねー。しかも女子校となると、やっぱり絶望的っす。お客さん来たっすねー。今回も誰が来るのか楽しみっす。どうぞ、入ってくださいっす。俺の前に立つな。邪魔だ。うわっす、なんてすごい突風なんすか。もしかして、嵐を呼ぶ男、黒樹神くんじゃないっすか。さすが嵐の中心っす、目が開けられないっす。聞こえないのか、道を開けろ。どかないと、抱きしめるぜ。いや、ここ事務所っすから。それで今回の相談は何ですっすか。ああそうだったな。今回は相談したいことは、王子の会のメンバーで一番金持ちは誰かっつうことを聞きてえんだ。ふむふむっす。確かにみんな金持ちっすけど、一番金持ちって誰かよくわかんないっすよねー。それじゃあよろしく頼むぜ。了解っす。この川星穂村にお任せっす。それじゃあ開始するっすよ。それではこれから白原鹿島市学園大学の王子の会で一番金持ちは誰なのかを考察していこうと思うっす。それではまずは王子の会について軽く説明させていただくっす。王子の会とは白原鹿島市学園大学学生会のことで、大学生自らが自治運営する団体っすね。その中でもトップの3人は学園アイドルっすね。まずは星空星光くんっすね。王子の会の書記長であり、彼氏候補の一人。非常に頭が良く、自分のスケジュールを1時間単位で1年後まで立てているっすね。大病院の息子で大金持ち。史跡で卒業間違いなしと言われているっすね。通称黄色いバラっすね。大病院か。次に黒樹神っすね。王子の会のクラブ長であり、彼氏候補の一人。元高校球児で、甲子園のスター選手だったが、大学進学以来野球はやめてしまったらしいっすね。渋く日に焼けた黒い肌が特徴的っすね。石油王の息子で大金持ち、通称黒いバラっす。よろしくな。石油王の息子って何なんすか。次に鈴風ホープっすね。白原鹿島市学園大学学生会、通称王子の会、の会長。主人公の彼氏候補の一人で、超人気バンドご子息隊のボーカルを務めているっすね。ナスの光とメガネをかけている女性以外には誰にでも優しいっす。って優しくしない女性もいるんすね。メガネ NG とは、しけた野郎だぜ。以上が王子の会と王子の会のナンバー3ですっすね。それぞれ違った特徴があるんだな。そうっすねー。まあイケメンっすけど。それじゃあここからこの3人の誰が一番金持ちなのかを考えていこうっす。まず、この3人の私服を見ていこうっす。こちらっすね。ホープくんは全身白い服っすね。次に星光くんっすね。服は全体的にカジュアルな服装。一番一般人と感じられるような服装をしているっすね。最後に黒樹くんの服装っすね。黒樹くんは性格と同じようにワイルドな服装っすね。ネックレスをつけているのでオラオラしている感じが伝わってくるっすね。で、この服装を見て何がわかるんだ。この服装を見るとわかる通り、キャラクターの性格に合った衣装をしているんすよね。パッと見た感じ誰が一番高い服に見えるっすか。そうだな。やっぱりスター感のある服装だからホープじゃねえか。そうっすね。セレブな感じがするのはやっぱりホープくんっすね。全身白い服って普段そんなしないからな。服装に関してはホープくんが一番っすかね。次にこの3キャラの親の職業の年収がどのくらいなのかを考えてみましょう。まずはホープくんですっすね。ホープくんの親の職業は日本画。しかも巨匠ということもあり成功者。画は値段変動が激しく、1枚のアクリル画が2005年に108万ドルほどで落札されたんすよねー。一体いくらくらいなんだ。日本円にして約1億2000万で落札されたっすね。おいおいちょっと待て。1枚だけでそんなに稼げるとしたら年収いくらになるんだ。まあ、さすがに億もつくと話は変わるっすけど、1枚平均1000万だとして、1週間に1枚完成させられるペースだとすると、年収は約5億くらいって考えられるっすね。5億か。あんまり驚かないんすね。
他にもテレビ出演や、審査員とか本とか出してれば印税も入るし、いろいろと可能性があるのでこれ以上の収入を得ている可能性もあるっすよね。夢のある職業だな。次に星空星光さんっすね。星空さんの父親は大病院の経営者。医療法人の開業医の年収を参考にさせていただくっす。2017年の医療経済実態調査の年収によると、一般病院の病院長の2016年度の平均年収は、医療法人が最も高く3,1259,262円、公的1,8931,644円、公立1,6946,099円、国立1,4452,253円、社会保険関係法人1,2517,605円とのことっすね。星空の父親の年収は大病院だからこれ以上の可能性はあるな。そうっすね。でも1億いっているのかというと微妙なところっすね。大企業の社長よりももしかしたら年収は低い可能性も十分あるっすね。しかも病院の先生だから休みも少なくて大変だな。そうっすね。医者は年間休日50もないって聞きますっすからね。それだけ人の命は大きいってことっすね。まあそうだな。でも見た感じ年収はホープのお父さんよりは高くない可能性はあるっすね。まあ、ホープの父親の絵が1000万の価値があったらだけどな。それじゃあ次に国樹くんっすね。国樹くんの父親は石油王っすね。石油王ってよくわからないし、石油ってどんなものに使われているんだ。石油は石油ストーブとか熱の燃料によく使われているんすけど、他にも多くのものに使われているんすよね。自動車の動力源とか飛行機や船、火力発電所、さらには消しゴムやレジ袋やペットボトル、これだけ多くのものに使われているんすよね。そうなのか。じゃあそう考えると俺たちが普段気にしてないところでたくさん使われているってことなんだな。そうっすね。そう考えると石油はホムラたちの生活にとって必要不可欠の存在と言っても過言ではないっす。石油王はそんな石油を生み出している会社のオーナー。過去にもたくさんの石油王がいるっすけど、アメリカやロシア、様々な世界の人がいるっすね。その中で一番金持ちと言われた人物が、ジョン・デイソン・ロックフェラー・シニアさんっすね。石油王で一番お金持ちと言われている人物で、資産は日本円にしてなんと、29兆円程度と言われているっすね。29兆、想像できないぜ。ただ石油王でも資産は2000億だったり1兆だったりばらつきがあることがわかるっすね。でも、最大値が兆ということは、それだけ稼げるということ。そう考えると国樹くんは圧倒的に金持ちなのではないかと考えられるっすね。石油王ってそんなにお金持ちなのか。それは知らなかったな。以上が王子の会の父親の年収っすね。そうか。じゃあランキングで言うとどうなるんだ。1位が国樹くんで2位が鈴風くん、3位が星空くんということになるのでは、という風に考えるっすね。なるほどな。でも結局圧倒的に金持ちなのが俺で、他のキャラはそうでもないってことだろ。まあそうっすね。ただ、国樹くんと比べてみてって話ですっすから、一般人と比べたら圧倒的に金持ちなので、生活は問題なく最強だと思うっす。年収億とか想像できないもんな。それではまとめいきましょうっす。王子の会で一番金持ちは石油王の息子国樹くん。2番目は日本画家の息子ホープくん。3番目に大病院を経営している息子の星空くん。国樹さんが圧倒的に金持ちという設定になっているのではと結論付けます。そうか。やっぱり俺が一番金持ちか。そうっすねー。さすがに石油王となるとスケールが段違いっす。というかなんで石油王が日本にいるんすか？いろいろと突っ込みどころ満載っす。ふん、男は突っ込みどころがあるくらいがちょうどいいだろ。普通なんてつまらないぜ。うわっす。イケメンのオーラは相変わらず半端じゃないっすねー。一言一言がなんだか胸に突き刺さるっす。俺たちの登場サクセスであるパワポタ4もぜひやってくれよな。主人公が女ってのも今までのシリーズにない特徴で、めちゃくちゃ楽しいぜ。女性の主人公のパワコちゃんも乙女っすからねー。パワポタ4は歴史に名を残すゲームっすねー。それじゃあ俺は帰るぞ。後で抱きしめてやるから待ってろよ。それじゃあな。国樹くんってあんなキャラだっけっす。パワポタ4の時は結構グイグイ来ていたキャラクターだったんすねー。最近はアプリばっかりやってるからよくわかんなくなってきたっす。
皆さんも良ければ白バラカシマシ学園大学をやってほしいっす。ある意味名シナリオっすからね。それじゃあこの動画を終了させていただくっす。それではさよならっす。